お。ラックレンさんはスキル使ってますか？スキルってなんすか？あのスキルポイントで買うスキルですよね。はい、あ、使ってます、使ってますよ。今どんな風に入れてますか？確か体術使ってもなかなか減らないやつ装備してるかな。あ、フィジカルコンバットゲージってやつですか？あ、多分それだと思います。それとあとはここジェイク編ではジャボしか出てこないんで、ジャボキラーとかをつけてると便利です。あー、なるほど。じゃあちょっと後でそこ教えてくださいよ。はい、マリさん、あのさっきの建物戻ってきて、あの地下に行かないといけないと思うんですか？はい、地下でしたね。思い出した。ここだ。翔平さんからもグッドラックって。え、翔平さん見てんの？あ、ツイッター？うん、ツイッターに。あの人でも今今なんか、ホテルだから暇なんでしょ、多分。さっきでもなんかどこ行くって言ってましたけどね。コロンバス、あ、そうなんですか。うん、本当は今週末会う予定だったんですけどね、僕がいないんですよ。なんかコンベンションで、なんかコスプレのコンベンションでしたっけ、なんか行ってるんですよ。そうそう、アニメのアニメのね。なんかでも結構行ってはるみたいだから。そうそう、隠してるけど隠れオタですよ、彼は。なんだっけ、サイバリョウさん。そう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 、サイバリョウさんが好きなんですよね、アニメのね。似てるのアニメじゃない、漫画だ。似てないっつって言ってましたよ。例えば100円さんって、あのコールオブデューティーゴーストって買いますか？ああ、買いますよ、多分。下手ですけど。え、買うの？いや、遊びましょうよって言っても、100円さん PS3 だと。 PS4 ですよ。あ、 PS4 だ。あ、4で買いますよ、多分。いいなー。でも別にね、日本の Xbox One はいつなんやろ。本当ですね、早く知りたいですよね。プレステーション版が確か11月14日ですよね、ゴーストって。あ、そうなんすか。え、Xbox360 も11月じゃなかったかな。あ、そうなんですか。うん、11月発売ですよ。あれ、100円さん、今地区から上に上がりました。はい、わかりました。じゃあ行きます。なんだっけ、そうそうそう、 PS3 版買うと10ドルで PS4 にアップグレードできるって言ってたんですよね。もしかしたらだから、あ、なんか変えてましたね。一緒にやりましょうよ、皆さん。ジョジョのオールスター買いますか？ジョジョのオールスター買いたいけど、サイバーコネクトのゲームって結構単純じゃないですか。あのナルトもそうですけど、だからどうかな。しかもあれ日本語版しか売ってないんでしょ。アメリカで買えりゃ買いますけど、日本語版買うのめんどくさいんだよな。あ、これどうするんでしたっけ。あの赤いとこ打てばいいのかな。ああ、チャージがもう終わっちゃうね。ちょっと待って、倒しに行く。クリスたちがどこにいるのかが分かった。ルイージ待ってんのか。ごめん、ルイージやんないとね。全然できてないね。あ、着弾セット完了って。あ、やべ、終わり。もう、あ、終わりますよ。あ、まあいいや、もうしょうがない。モノマネやってほしいですって来たな。なんか恒例なってきてんな、このモノマネ。安野さんモノマネできる？いや、できないです。できないですか？これと言ったことが無茶振り、無茶振り、大丈夫？安野さんにはさすがにちょっと無茶振りがきついか。いやいやいや、全然そんな。自分がね、安野さんの年の時はね、なんかおっさんだな、こんな言ってた。めちゃくちゃシャイだったんで、こんなその安野さんみたいに流暢に話せなかったですよ、僕は。ああ。根っからだったんで、ね。すごいですよね、ラジオとかもね。すごい。ラジオだって安野さん話し方、めっちゃしっかりしてんじゃないですか。うん、なんか大人ですよね。ねえ。うん。素晴らしいじゃないですか。いや、褒めても何も出ませんよ。
アドバイスも出ないですか。アドバイスもね。じゃあアドバイスはしますよ、ちゃんと。褒めたら、褒めても何も出ないか。そりゃそうだ。中学生から何かもらうわけにもいかないし。これどうしたらいいの。じゃあマリさんモノマネやる。マリさんモノマネ初めてじゃない。やもん。あ、でもさっきマユシやってたか。トゥッテルーでしょ。トゥッテルーまでし、私あれもやらされたじゃないですか、この前。待たせたな、もう。あ、そうだそうだ、確かに。でもみんな、生待たせたなと、生体調聞きたいんじゃない。生待たせたな、というか待たせたな、あれ音田さんが見てたらどうしようと思う。でも別にあれ音田さんのフレーズじゃないから何も思わないでしょ。大塚さんの、まあね、大塚さんっていうか、あ、ちょっと待ってください、大塚さん、これみんなであの赤いとこ止めていけないのかな。オッケー、やばいやばい、俺殺される。あー、やばい。あ、こうだった。あの、1回目に出てくる大型は、あの、弱点が出てないので、はい、弱点を出さないといけないんですよ、ジェイクが。多分ジェイクとヘリどちらかが。え、どうやって出すんですか。あの、日がまずいた時に、あの、いつもあの乗ったら、あの、させるじゃないですか。あー、はいはい、あれの要領で、あそこに登ると、あの、引き出せるんですよ。なるほど、オッケー。間に合うかな。それをやらないと終わらないっていう。もう一回こいつ口打ってもらえますか。口を打って、あの、待って待って、なんか敵にやられてる。え、あ、やべ、ザコに口を打つんですか。口がなんかさっき打てたら、あれだった。ちょっと待って、銃変えよう。オッケーオッケー。あー、すごい撃たれてる。コートが血だらけ。あー、もう、あ、足らんな。プリスが助けに来てくれた。弾がそっち行っちゃう。一瞬戻ってきてくれよ。あれ、あ、敵だ。多分確かその大きいのって一番ダメージを与えた相手に来るんですよ。あ、そうなんすか。じゃあ私じゃないや。すごい飛ばされた。マリさん、あれか、こっち、あー、そっちでなっちゃう。でもここで待っとこう。いや、ちょっと待って。じゃあマリさん、ほら、生待たせたなと、生、体調聞きましょうよ、ちょっと。ちょっと待ってくださいね、低い声で言わないといけないんですよね。俺もやりたい。なんだっけ、待たせたな。早かったね。全然食べなかったけど、よかったの。もう一つ体調出たっけ。体調。さあ、これで一気に再生数が上がったかな。なんか俺再生数の亡者みたいに思われてるからさ。気にしてますよ、再生数。あれ、庵野さんはあのスネークとか好きですか、メタルギア。あ、やってます。あ、やってます。じゃあスネークのその待たせたなぐらいだったらちょっと真似できるんじゃないですか。いや、ちょっと書いてもらえた方がね。さすがに荷が重いか。もうまた、もうちゃぶれ。そういうのは得意じゃないです。なるほど、やめときましょう。じゃあ適当にやっちゃダメですよって来て、お叱りが来てますよ、マリさん。え、本当に。いやいやいや、スネークのやつ適当じゃねえかと。モノマネ、モノマネそんな得意じゃないもん。生聞きてえな。大塚さんか音者さんのやつ聞きてえな。ねえ。てか音者さんの声ってなんであんなにスネークに似てるんでしょうかね。かむ、うまいんじゃないですか。大塚さんがもう嫌ですけど、本当に亡くなった時もうみんな多分音者さんにしてくださいって言うかもしれないですね、次のゲームで。ちょっとすごいこと。お願いしますっつって。そう、しょうがないなっつって音者さんやったら違和感なく聞けるんじゃないですか、ね、でもなんかよくありますよね、モノマネやってる人が次選ばれたりするから。でも、オトジャさんって、スネークの声に似てる割にはメタルギアやってないんですよね、実況は。あ、そうなんですか。
確かチャンネル、あ、実況か。あ、すごい。すごい顔してた今、ごめんごめん。本気でやったよ。危なかったから。おーし、やっと来た。やっと着地した。おお、よかった。どういうことか。似てるかな、このガトリングみたいな。山寺さんでもいい。あ、そうなんだ。はい、山寺さんの声好きですね。逆に得意なモノマネしてくださいって来てますね。マリさん可愛いから問題ないって言ってますけど。モノマネは得意じゃないです。お父さん確かにバイオ終わってたな。ありがとうございます。あーやった。いや俺、僕は多分100円さんに嫌われてますから呼ばれないです。いや田中健さん後で呼びますよ多分。田中健さんとむっちゃ仲いいじゃないですかね。嫌われてるというより番組に出過ぎてるからじゃね。田中健さん、あのね、バランスがあるんですよやっぱり。その通りなんですよ。出過ぎてるからこうバランス相分考えて呼ばないと、他の人にやっぱりほら、田中健さんプライベートでもね交流を前持ってたじゃないですか。ここでしか交流を持てない方もいるんで、なかなかねあるんすよ、タナケンさん。綺麗じゃないよ、俺は。あ、終わりもしかして。あ、まだか。あ、終わ。イリューハさん、先ほど起きたみたいですよって。そうなんですか。ちなみにこれが今の私の住んでるところの時間です。1時22分。チャキン。夜中の。あ、眠くないですか。大丈夫ですよ。全然大丈夫です。いつもこの時間にやってるんですよ。あ、翻訳するの忘れてた。なんかディールがあったのか。応じるさよ。あ、あれか。簡単だってね。意味がわかった。ちょっと今間違えたな。ここめんどくさいですよ。なんか電車のとこでしょ。あ、なんか見たな、ここ誰か。いや、今から起こることがちょっと。そういえば、なんか仲良くしてた男いたじゃねえか、さっき。You mean Chris? クリスのこと？そいつで。彼がどうしたの？いや、忘れる。あ、赤作ってくれたんですか。ありがとうございます。ツイッターのアカウントね。ここきっと事件起きますよって来てますね。今のは、ここは相当めんどくさいですね。おお、事件の匂いがしてきたぞ。あ、なんか外に。あ、ま、じゃあマリさん、ここで死んだ方が罰ゲームで、視聴者さんから来るモノマネしましょう。えへへへ、いや、死んだ方が。ここはミスタナックがグレネード投げてくるんで気をつけてた方がいいですね。マジっすか。はい、あぶね、あれ、マリさんありがとう。はい、ここ近づかない方がいいかも。え、だって百恵さんが死ねって。あ、違う違う、死んだ方がモノマネだよ。あ、死んだ、死ななかったらもう、嘘、頑張ろうじゃん。そう、死んだ方が、あの、視聴者さんにリクエスト来たモノマネやります。なんか大丈夫。死ねって言ってないですよ、僕。なんだって、死ななきゃいけないのかと。言わない言わない。近づいちゃった。え、向こうへ飛び移れ。かわいい。どうやって？よし、待つんじゃねえ、早く行け。マリさん、早く行った方がいい。おー、すげえ、あんな絶対無理だよ。絶対無理だよ。おお。あー、ジェイク。あー、最悪だね。これは嫌な予感がするぞ。うお、脇がめっちゃ。あ、ここに、ひどいことになってるね。
あ、それヘリからミサイルが飛んでくるんで撃ち落とさないとやられます。それいつですか？まだ今じゃなくて、あ、これ今、あ、これマリさん砲台使いすぎると多分ヒートアップしたから気をつけてね。はい、マシンガン、大型マシンガンを使うときから出てきます。ちょっと撃たない方がいいかもしれない。はい、ちょっとずつ。あれ？どうした？ヘリをまず2台落として、はい、でそれで残り1台のところを素早く残りの1台も落とさないと終わりです。マジで？あ、やべやべやべ、あーやばいやばい、あ、やべ、あ、なんか、おー、めっちゃ食らってる。あれ、マリさんなんで撃ってないの？あ、今吹っ飛ばされたんです。あー、そっか、ごめんごめん。まず右が、あー、また吹っ飛ばされた。まだヘリ落としますね。真ん中のウスタナテが持ってるやつをギリギリまで削ってから周りの2台を落とします。あ、でも削られてるんじゃない？例えば数撃で破壊できる。マリさん、あいつだけ狙って撃って、はい、狙って、はい、お、終わった。事件なんなかったよ。よかった。さすがアマチュア。撃ったなく飛び移ったりする。え、マリさん、もう一つのヘリに飛び移ってやるって。え、もう一回あんの？あ、え、あ、パラシュート、パラシュート。おお、かっこいい。かっけー。ここでタップタップ第1は終わりです。あ、そうなんですか。ちょっとなんか充電しなきゃ。え？なんかコントローラーの電池がなくなってきてますって今出てきたから。岡芽子さんいらっしゃい。初めていらっしゃった。フォーラムとTwitchで100円さん絡みでアカウント作りました。どうもありがとうございます。事件起きなかったね。あ、すごいすごい。スギちゃんのモノマネお願いします。スギちゃん、グリジンさん、ここでひどいなんだっけ、無茶振りするとラジオの時に僕も無茶振りしますぜ。今週ね、一緒にラジオするんですよ、グリジンさんと。あ、そうなんですか。グリジンさんもナイスボイスですよね。ナイスボイスですね、グリジンさん。うちの嫁がワンピースのエースの声にめちゃくちゃ似てるって言ってました、ね。あー、充電。タナケンさんがすごい寂しがってる。出たい出たいって何回も書いてるな。タナケンさん。あ、事件はこの後ですよって書いてあるな。次のステージで起きそう。そうなの？じゃあ、タナケンさん、今スキルどこに、何してますか？これ見える？今。コンバットゲージブースと、あと打撃攻撃と、はい、ディフェンス。ああ、あ、ディフェンス、あ、なるほど。いや、僕の場合はですね、このコンバットゲージを上げるのと、はいはい、ジャボキラーっていうのがあるんですよ。ジャボ、あ、ありますね。それをつけて、あと弾をたくさん手に入るようにして弾切れを防いでるっていう。それはどうやってやるの？下側の方にハンドガンの弾アップ、出現率アップとか、マシンガンの弾出現率アップとかいうのがあるんで、それをアンロックするという。あ、これか。あ、ちょっと、あ、これか、これか。どれがいいかな。そしたら、今マグナム持ってるからマグナム上げた方がいいですか？あー、マグナム、でも、やってもあんま出ないですよ、そんなに。あ、じゃあどれ上げた方がいいですか？僕は途中で手に入るマシンガンとかを、の弾が手に入るようにしました、たくさん。ああ、で、終わっちゃった。うん、時間が。本当だ。チャプター2ってことですか？マリさんがおそらく苦手なところ、車的なって書いてある。車で、バイクじゃないんですか？なんかバイクって聞いた。いや、スノーモービルに乗らないといけないです。ホットプールのもの。それ、シェリーも？イージーだからボタン押しミスさえしなければ、マジかよ。あ、なんか同人生活さんがフォローしてくれた。ありがとうございます。あ、ラブラブやん。でもめっちゃ死にそうになってますよ。本当だ。おーおーおー、あ、大丈夫？どうしたらいいんだ。犬が興奮してる。抜いて、あ、抜いてです。マリさんの番だ。死んじゃうぜ。お願い。
痛そう。うわでもシェリーも確か死なないんじゃなかったっけ。あー、ちゃんあのバイオハザード2。痛い。うわ痛い。うわ痛いどころの話じゃないですよねこれ。もう普通だったら即死ですよ。あ治るんだ。傷口がほら。あなんでなんで。確かあのバイオハザード2で、うん、あの G ウイルスっていうのを体に入れられてこんな風になったんですよ。お前何が起きてんだ。だから年取らないんですよねそれに。あ確かそういうこと。お前の血をワクチンに使うのがいいんだよ。研究はされたわ。嫌というほど私の体を使って研究されたわ。うんうん、じゃあここら辺で他の人に。そうですね。ちょっと変わりましょうか。ありがとうございました。ありがとうございました、安野さん。またよろしくお願いします。はい。バイバイ。あれ、もういなくなった。はい、Thank you。え、もういないんですか。早い。最近の中学生は切るのが早いな。ネチネチしてないんでしょうね、きっとね。あ、違う方が来ましたよ。あ、ちょっと待ってね。あ、やべ。ちょっと待って。マリさんとも切れちゃった。ごめん、ちょっと待ってね。ちょっと待ちましょう。ちょっと待って。マリさんと切れちゃった。もしもし。ごめんなさい、切れちゃいましたね。オッケー、先にジンジャーさんという方がちょっと連絡くれたんで、行きましょうか。ジンジャーさん。はい。ジンジャーさん。百円さんがねちっこいだけって。ねちっこいかな。別に普通と思うけど、もうちょっと分かり惜しんでくれよ。うん、なんかバイバイも言う間もなくね。あ、ジンジャーさん、もしもし。もしもし。あ、すいません。あ、どうもどうも、こんにちは。こんにちは、はじめまして。はじめまして。チャプター2のサポートをしてくださるんでしょうか。サポート希望ですか。まして。もしもし。もしもし。声聞こえますか。聞こえますよ。もしもし、聞こえますか。聞こえます。聞こえてますか。え。これはまさか聞こえてない感じですか。聞こえてます。あ、聞こえてますか。はい。なんか返信が遅いっすね。うん。ラグがある。あれ大丈夫ですか。大丈夫です。OK、ちょっとやってみましょうか。OK、じゃあ行きましょうか。ジンジャーさんはお年はどれぐらいでしょうかね。では14。14。もうちょっとスカイプの音を上げてもらってもいいですか。あ、はい。なんか偉い大人っぽい声ですね。二十歳の人が来たのかと思った。私もこれもう一回ちょっとつなぎ直していいですか。え、あ、いいですけど。はいはい。あ、じゃあ一回つなぎ直します。はい、はいはい、バイバイ。なんか最近の中学生というかテンション低い感じですよね。すごい落ち着いてる感じです、ね、落ち着いてますね。あ、データチップを3つ集めなきゃいけないってなってますね。はいはい、もしもし。あ、聞こえますか、声。いいっすね。パーフェクトですわ、パーフェクト。じゃあこれジンジャーさんはジンさんですか。ジンジャーです。ジンさんですか。ちょっとジンジャーさん長いんで。
15歳です。なんかラグが。14です。あ、14ですか。はいはい、大丈夫、ラグないですか。大丈夫ですか。あ、大丈夫です。あ、聞こえてますね。オッケー。じゃあ早速ちょっとサポートをお願いお願いしますだ。なんか食べてるでしょ。なんか音が聞こえるんですけど、すごいジンジャーさんの方から。え、どういうことですか。なんか飴玉落としたでしょ今机に。いや、イヤホン落としました。あ、イヤホンか。おお、マリさんほら来たよ。うわぁ、悪いなぁ。ちょっと待ってください。え、それでこれどこ行けばいいんですか、ジンジャーさん。鍵マークがついているところですね。鍵マーク、なるほど。鍵48メートルぐらい離れてるんですよ。ビットを集めるといけます。なるほど。暗いからなんか見にくい。本当ですね。もうこのゲーム、本当ありとあらゆるシチュエーションを詰め込んでますね。なんか電車とか雪とか、ね、なんかすごいですよね。よいしょ。おお、なんか来てるな。あれ。おお、いいね。あれ、敵がいるっぽい。ジンジャーさんは元気ですか、はい、今日は。あ、はい。なんか猪木みたいになっちゃうしてる。猪木さんみたいな。あ、その敵は先行のやつで倒せますね、一発で。あ、先行か。体術やっぱ無理ですか。体術はちょっと難しい。ジンジャーさん今モニターっていうかあれ見ながらやってます。あ、画像見ながらやってます。あ、てか音出してます。あ、出してます。あ、音ちょっと消してもらうか、小さくしてもらう。すいません。次どこ、ライフル取り忘れてる。あ、ライフルどっかにあった。あ、もしもし、あ、聞こえました。はい、聞こえます。あ、誰かなんかちょっと。え、誰か。母親ですか。彼女じゃないんですね。ジンジャーさん大丈夫ですか。スナイパーライフル手に入れた。はい、マリさんどこにいんの。自分取りに行けって言われてるけど全然わかんないよ。暗いのが腹立つ。なんか虫に、今虫に捕まってます。虫、私死んだかも。え、死んでないかな。死んだらモノマネですよ、マリさん。モノマネ、モノマネ。え、3回でしょ。あ、違う違う、それはロボットとやるだけであって、マリさんと新たな3回し、3回じゃ1回でも死んだら1回モノマネです。視聴者さんリクエスト。そうなんですか。 OK。 もう全然わかんねえな、どこ行けえのか。撃たれてるし、もう鍵の位置とか全然関係ないところに来てる。マリさんどこでライフル見つけたの。鍵1個取りましたよ。え、なんて頼もしい。それで、その1個取った近くにありました。ライフル僕取ってないんですよ、まだ。ジンジャーさん、確か L2 番押す、L2 ボタン押すと道順が出てくる、はい、あ、本当ですか。それいつも言ってる。ライフル欲しい。あ、これか、違うな、こっちか。あ、これか。あったあったあった、やった、スナイパーライフル、これか。うん、全然ですよ。オッケーです。よく視界がむちゃくちゃ悪いですよね、これ腹立つなあ。敵が来てる。そうなんですよ、微妙に。うるさいなぁ、俺いるんですよ、ね、あ、もうすぐで敵がいっぱい出てくるんで弾とかしてた方がいいと思います、
このカラスもどきみたいな気持ち悪いですね。うん、そうなんですよ、それ。で、こっち。